やる、やっていくぞ。さあやっていくぞ。マグネチック乳乳の4ステージ目の3通過、もう終わらす。これも絶対終わらす。ニューニューのために結構なんか終わってないニューニューっていうのがある。意味がわからん。どうもアザラシです。今日はね、このね、マグネチックニューニュー終わらそうと思う。現実時間、2018年5月5日、ゴールデンウィークの真っ只中。そんな日に何やってんだって、マグネチックニューニューぐらいしかやることがないのかっていう、そういう風な疑念も、まあ、なきにしもあらずだけども、ちょっとね、もういい加減ニューニューというこのカセを外さないとね、ニッチもサッチもいかん。ニューニューがあったからなんだっちゅう話だけどさ、ニューニューが終わんねえのはちょっともうあれだ。ええ加減終わらす。終わらすから見といて。あ見といて。今日はテンション高めていく。テンション高めていく。高めじゃなくて、高めていく。高めていく。テンションが高めじゃなくて、テンション高めていく。いきなりちょっと調子が悪いな。高いアドレナリンは操作をおぼつかなくさせているな。乗るアドレナリンが脳の神経をどうのこうの。アセチルコリンを分泌していこう。アセチルコリン受容体。ムスカリン用受容体。うわー、こっちだこっち。熱血系の主人公がこんな冷静にプレイしてはいけない。ほら、そっちに来るの分かってるんだよ。逆側に来るんだよ、逆側にあんたは。いけー、おーい、あー、ちょっと、何やってんだ俺は、バカか。落ちてねえのかなと思って、逃げようと、んだ、なら穴に落ちる意味がないな、分からんな。穴に落ちる意味が分からんな。もう言い訳も別に必要ないわ。言い訳がもう言い訳になってないっちゅうかな。よし。さあ来い。倒してるんかい。倒してるんかい、もう。チェイ。チェイ。ふい。あ、ちょっと待って、待ってくれ。なんつったらいいかな。ちょっとタイミングがつかめんかった。スピードとの戦いだから。スピードとの戦いって何？これどうすんだっけ。ハイジャンプ違う。これタウンだっけ。一応タウンだっけ。おい、タワねえよ。あれ、自分の動画100回ぐらい見直した方がいいぞ。もうこれはうるせえ。もう、ええ加減ニューニュー終わらすぞ、マジで。マジで、マジで、マジで、マジで。あー殺せ。もう、ニューニュー地獄という、この煉獄から解き放ってほしい。なんもないわ、そこには。もう、実は全ニューニュー上げてる動画の前回との間にはもう1パートある。下手したらもう2パートぐらいで残ってるかもしれない、探せば。ここに本当に苦戦してる。ああ、1パート2パート取ったってな、進みはしねえんだよ。ここのステージがさ、次のチェックポイントまで行けないんだもの。全然いけない。ほんとここの難易度だけはちょっと頭おかしいレベルだよ。カチャ、こっちで、これ、これ。ここで。こう、よし、よし、あれ、この、こんな生き方してたっけ。うわっ、あれ、なんかちょっと間開けるだけで全然なんか別のゲームぐらいの難しさ、別のゲームぐらいの印象が違ってる。
本当何なんだろうなこのゲームは。よし、ここだ。これが、あれ？あれに、あれに捕まれないんだけど。あれに捕まれないんだけど。この無限1アップがここに設置されているということは、つまり、アホみたいに難しいということだからね。奇数なんてもう、概念にしか過ぎないってことだ。100回でも200回でもチャレンジしろ、バカ野郎がっていうことを、頭の脳がね、一瞬にして青か赤かを判別できない。赤あげて、シールあげてってあるじゃん。あれだってな、やっぱ難しいんだよ。そういう人間のこの、とっさの判断での右と左、赤と白みたいなところを、こう、攻めてきてるね。こう、た、す、す、す、でも今日クリアするから見といて。絶対クリアするから。クリアするから。絶対なんていう言葉はこの世には存在しない。絶対クリアする。今日絶対クリアする。これか？なんか何高いぞ。何高いぞ。ここまで来るまではちょっと結構難しかったぞ。よう、危ねえ。判断。ほっ。ヨガじゃないよ、もう。一瞬の判断が、一瞬の気の迷いが。操作を。これが何の意味があるんだ、もう何の意味があるんだよ、そのジャンプにさ。まあ、金のね、金のコインを取るっていう大きな意味はあるけど、まあ、1アップしてなおかつ金のコイン取ったらもうどんどん奇数増えていくわ。延々奇数が増えていくわ。それぐらいに、ここでの残機ためは余裕ということですね。溜まったからなんだっちゅう話なんだよな。奇数がいくら増えたってさ、中間まで、チェックポイントまで行けなきゃ、何の意味もね。金のメダル取れるだけこっちの方がお得じゃないですかね。怖いのはね、埴輪がまだ1個しかないんですよね。埴輪がまだじゃねえか。にゅー、埴輪じゃないわ。あ、そうか。今どの辺にいるかを示す指標としてはあれだった。ドクロメダルの方だった。埴輪はそれは1個しかねえわ。ほんと先進まねえな。先進んでいけねえな。押してたんだけど、なんか足がエレベーターの先のところに詰まってみたいな感じになってた。今回はもう慎重にいっております。ゴールデンウィークのね、終わり際にこんなてか、ゴールデンウィークらしいこと何もできてねえよ。昨日、うわ、ねえ、もうまた詰まりじぬとこだった。結局、ゴールデンウィークってさ、真ん中あたりが、休みじゃないからさ、月あって、月休みで、火水あって、木、金、土、日と、もう一回、ただの4連休だから。ただの4連休で、で、木、金は、ただひたすらダラダラしてた。ベッドの上でダラダラしてた。スキップビート読んでた。少女漫画のね。スキップビート読んで、スキップビートの小回りやべえとかって思いながら、小回りすげえなって思いながら、なんか見てた。スキップビートのヒロインの名字がモガミなんだね。モガミモガと関係してんのかな。モガミモガはそこから取ってんのかな。なんでジャンプが届かないの。なんで届かないの？ういー、ほい、ほいほほい。よう考えたらゴールデンウィークのこの辺りに清宮を出してきたってことか、兄ちゃんも。考えてますね、やっぱり。その辺で。もうやめていいですか。もうやめていいですか、ニューニュー。この動画の入った時とのテンションの違いよ。もう打ちのめされてるもの。軽く打ちのめされてるもん。進まなさに。
進まなさに絶望しかけてる。まあこれは良くない、これは良くない、これは良くない。操作が雑になってるな。間を空けたことによって、間を空けたことによってこれもまたオクラに暗入りするかもしれない。喋りながらっていうのは土台無理な話よ、この手のアクションでな。土台無理な話よ。やはり冷静さは沈黙の中にある、沈黙の中にある。ウィーウィーウィー、助けてくれ助けてくれ。このニューニューの動画上げたってどうせ誰も見ねえんだぜ、誰も見ねえのにさ、誰も見ねえのにこんなに頑張ってやってんだぞ。気が狂うわ、気が狂う、ほんまに気が狂う。ウィーイ頭おかしくなっちゃうよこんなのやってたら、続けてたら気が増えていく、気ばかりが増えていく。プレイはね、どんどん雑になってるな悲しいけど悲しいけど、全然どんどん遠ざかっていく。これでクリアっていうのが、クリアがどんどん遠ざかってる。残機は増えてる、でもクリアは遠ざかってる。なんだこの状況、なんだこの状況、なんだこの状況は。もう気ばかりは増えてる、気ばかりは増えてる。もうこのあれだもの、このあのそのあれだものあのもうなんて言ったらいいのか、なんと形容していいのやら。プレイが雑、何がしたいんだ俺は。コピーも取れないのか俺はっていう、そういうあのコピペみたいな。なんか知らん、次の板よりもなんか金のメダルを今あの優先してと助けてくれ、もうダメだ、もうダメだ、全然終わんねえ、全然終わんないよ。ニュー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 で気が狂いかけてる。頭おかしくなる、頭おかしくなる、頭おかしくなる、頭おかしくなる。よし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 、久しぶりにここまで来た久しぶりにここまで来たってなんだよ。全然苦労するとこじゃないんだよ、ここは苦労してちゃいけないんだよ、こんなとこで。ここだ、ここが問題なんだよ。だから、それがそこまで、それがそこでそうやってきたら、もう対処できないから、こっちは。こっち、ニューニューサイドとしてはもう対処できないから。助けてくれ、俺の魂をここから解放してくれ。雑になんだよ、なんか。あの、生き急いでしまう。死に急いでしまう。ふわふわふわってあの振動したところに時にもうなんか気が流行って、あ、先に行かなきゃなくちゃって脳の方でなんかあのサインを送っちゃってさ、ちょっと思ってるより遅いんだよ。ふわふわふわがふわふわふわがちょっと思ってるより遅いんだよ。なんだって、分かってる、脳がついていけない。ニューニューの世界に脳が置いてけぼりになってる。ただ中間まで、中間、チェック、チェックまで行かせてくれ。チェックまで行かなかったら、この動画、お蔵入りにするからな、本当に。それでいいんですか？入入者さん、それでいいんですか？この動画がお蔵入りになっていいんですか？それ良くないと思います。弁護士連れて行くから、入入者に。このままではこの動画がお蔵になってしまいます。それは当社の利益にもならないはずです。
顧問弁護士が訴えたから。ふぅ、しかし本当に進まんな。全然進んでいかねえ。全然進んでいかへん。いかへん。いかへんわ、こんなもん。ておかしいな。どんどんプレイが雑になって。最初のとこすら超えられなくなっていく。これがニューニューの怖さ。やればやるほど強くなるって言うじゃん、最近のゲームはな。よくそんなもんでしょ。最近のゲームなら大体そうよ。やればやるほど、ステータスが上がって強くなる。これがね、アクションの怖いところだね。やってもやっても全然クリアできんかもしれんっていう、そういう怖さがあるね、アクションゲームにはね。その怖さを余すところなく堪能できる。それがこのニューニューのね、なんとも言えない、その、魅力ですね。余すところなく堪能していく。ニューニューという、このアクションゲームの。助けてくれ。どうすやえんじゃ、これはもう。全然難しいもなんともねえとこで、もうこんな詰まってる。プレイが雑に途端、キーワーを向く。ほれ。ちょっと踏み切りが浅いとこうなんだよ。ちょっとな。コンマ何秒も踏み切りが浅いだけであれよ。深層心理の弱いところをついてこられてる。これがな、ちょっとタイミングが。よし、これはいける。今までクリアしたニューニューのステージの中でも、屈指のこのいやらしさを持ってるわ。ここで、行くぞ、一回で行くぞ。もう。なんもないんじゃ。なんもないんじゃ、手がかりが。手がかりつうか、なんつう、手すりが。手すり、まあ、手がかりでええんか。手かかるところがなかったんだから。マグネットがかりがなかった。ちょっと早かった。もうコンマ何秒何回も繰り返させるからさ、コンマ何秒何回もクリアするだけのパワーがないと、運がない、強運がないといけない。もしくは技術力。早いんかな、動きが。ちょっと焦りがあって、これはね、ほんとね、こっちの方がいいんだよ。こっちの方が危ねえ。よいしょ、おい、うい、上でしょ、ここで、ないんだ、復帰って、あぶねえ。無理。残機ばかりが。まあ見とって、残りあと2分かもしれないけど、20分動画切ろうと思った時、残り2分かもしれないけど、2分かもしれないけど、次の中間まで行くから、意地でも。ガトーよ、意地を通せ。現にコロニーはあるのだ。ないんだよ、コロニーなんて。ないんだよ。残機ばかりが増えていく。ガトーよ。なんでコロニーをとしなくちゃいけないんだ。テロリストの考えてることはわからん。救われんな。救われん。オキシド救われん。あれ、救われんの行動式ってどうだっけ。多分ね、アルファけどグルタラさんからちょっとあれして、だったような気がするんだが。こう。ちょっとね、斜めに飛んだね。ちょっとね、斜めに飛んだ。やばいな、こんだけこう、滑舌よくじゃないけどさ、ハキハキと動画を撮ってるのに、ハキハキ動画を撮ってるのにもかかわらずだ。進みが全くない。テンションだけじゃ、ニューニューはクリアできんということだ。勢いとテンションだけでは。恐ろしいな。
冷静に行こう。でーねーでーでー、ここのタイミングは一緒だな。ってことはこれがおかしいところなんだな。バッカ野郎バッカ野郎。わかった、ちょっとわかった、今ちょっとわかった。この最初のタイミングで飛んでいくと、あそこでなくなるんだ。あそこで、うん、このタイミングでいくとね、このタイミングでいくと、そこのところに飛び乗った時に、あの赤いやつ来てないんだよ。ここで1個待った方がいい、むしろ1回ぐらい待っうわー、勢いだけでやらせてくれ、勢いだけで、ニューニューを勢いだけでやらせてくれ。ダメだ、勢いじゃどうにもなんね。なんもね、私のお墓の前で泣かないでください。ふふふふ、そこになんかあの何もないですよみたいなこと言いたかったんだけど、私のお墓の前での歌のあれがよくは思い出せんかったから、そこには何もいませんよっていう、そういう歌じゃなかったっけ。泣いたってそこには何もいませんよ的なことを言う歌じゃなかったっけ。ちゃ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 っと死ぬー、死ん、回避してるところまでは良かったんだかな。死んじゃう、やっぱね、一回助かった命ってのはね、そうそう簡単には助かり直らんね。なんもそこにないんじゃ。一旦休憩。再開。休憩だ。休憩終わった。休憩が終わりました。休憩が終わったからといって、上手くなっているとは限らない。風でドアが、バーン。これなんだよ。その、わかった。何もかもを今理解した。宇宙の真理を理解した。こういうことよ。宇宙の真理を理解した。こっからも、あの、ちゃん、運だけで。運だけでこう。ふふふ、あれせに行けよ。とう、よっしゃこれができるんなら前の動画でまあ前つなげよう。はい、じゃあこっから動画にします。こっ、待てよ、ここまで、今日はここまでにします。休憩した後つないで、今日はここまで。次回この、チェックポイント後やっていきますね。ニューニュー実況パート4の3の多分その3に上げてるやつ、 3の4、まあいいや、こっからここで切って次からいきます。ほなまた。